サディチャンネルです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日は急に思い立ってですね、ポタリングの寄り道なんですけども、金杉台団地の中を、ちょっと撮影してみたいと思います。といっても団地をね中心に映すというよりは、団地の中にある、ショッピングプラザ金杉台、団地内の商店街みたいなところですね。一回止まって。今日ね、むちゃくちゃ風強いんで、普段ね、お年寄りとかが、そこのね、ショッピングセンターの中の、ベンチとかに座ってくつろいでいるので、そういう時にね、撮影してこうお邪魔するっていうのは、私もね、気が引けるので、今日こういうね、強風の、ちょっと半端ない台風並みの、中だったら誰も、あまりないんじゃないかなということで、これから伺ってみようと思います。で、商店街の、これから中に入るわけですが、私もね、ここね、ちょいちょい、寄り道して、で、こういうアーケードの、こう日陰をね、ちょっと利用させてもらって、休憩するという、いうことをたまにやってますね。で、自動販売機なんかもあるんで、そこで飲み物を買って、ここはね、シャッターになってるお店が多いので、ちょっとお邪魔にならない、営業してない、元店舗の前で、ちょっと自転車を止めさせていただいて、ちょっと飲み物買って、一回喉を潤そうと思います。今、お子さんたちがね、いる、あれかな？学習塾かなんかかな、今の、ちょっとあんまり映せなかったんであれなんですけど、もともとクリーニング屋さんだと思われる、名残のある看板がありましたね。はい、でちょっと麦茶を買って一回まだ喉を潤してなかった。では少々お待ちを。はい、撮影を再開します。ここね、地元に近いところにあるんですけども、昔ね、友達がここ住んでたんで、ちょいちょいここ遊びに来てたんですよね。で、団地がちょっとくぼんだところの土地に建ってまして、この団地一帯がね、ちょっと独特の地形の中にある団地ですね。じゃあその時計台をもう一回正面から。で、そこのね、今、セブンイレブンがある建物、そこもともとね、ちょっと名前がね、忘れたんだけど、スーパーマーケットになってましたね、昔は。それがしばらく閉店したままになって、で今、コンビニエンスストアになってますね。あとは人がいらっしゃるんであれなんだけど、管理事務所があり、あそこはなんだろう。普段ね、人が結構ね、ここ大勢いらっしゃって、でね、ちょっとなかなか撮影するのを気が引けるところであったんですが、焼き鳥ラストオーダー、飲み屋さんになってるのかな。で、こちらは看板が裏返しになってるんで、何も営業はしてないんでしょうけど。こちらは中国料理のお店ですね。でね、私がこう、友達ん家訪ねてくるときに、だいぶ大昔だけどね、中学高校ぐらいだったから、その時は割とね、お店が結構ここずっとね、続いて何のお店だったか忘れたけど、ありましたね。で、あそこ郵便局、
まあ、昔からある郵便局ですね。風がむちゃくちゃ強いわ。やっぱさすがに人気があんまり今日はありません。で、まあ、今撮影してるのは5月なんですけども、確かね、もうちょっと不意に来ちゃったんで、あの事前情報また改めて、事前情報改めてじゃないよね、情報改めて、字幕でお知らせいたしますが、ここにね、金杉台中学校という、まあ、学校がありまして、まあ、それが3月だったと思うんですけど、まあ、廃校になったと。というのでこれからちょっとそこのね、まあ、校門の外からになると思うんですけども、取りに行ってみたいと思います。よし。で今団地の、敷地内を、ちょっと走ってきてですね、あ、ここだ。あれ、廃校になったで小学校だったかな。あ、小学校だったかもしれない。中学はねまだ現役かもしれないね。あ、いや違う。あ、やっぱりね、校門、まあ、入り口がこう閉じられていますんで、今完全に閉鎖されている状態ですね。そうだ、じゃあその先まで行ってみましょうか。このね、バリケードの、先の方だったら問題ないと思うんで。ただね、私はまあ、比較的こう地元にね、近い位置にここあるんですけども、まあ、実際ね、ここ通ってたわけじゃないんで、私自身は、何の思い入れもないというか、なんですが、まあ、ここに住んでた友達が、まあ、通ってたと思うんだよね、多分。中学は別だったんで、うん。そうですね。いや、ここどうするんだろうね。結構ね、でかい、敷地のね、中学なんで。で、まあ、3月だったと思うんですが、廃校になったのが、閉鎖というか、なったのが3月だったと思うんですが、まあ、お別れイベントというか、そういうね、まあ、内覧会というか、まあ、そういうのもあったらしいんですけど、まあ、私は卒業生とかではないんで、まあね、足を運ぶことはなかったんですけども。そうですね、まあ、私なんかも、子供の頃通ってたような、スタイルのこういう校舎なんでね、まあ、どこもね、どの学校もまあこういう感じの、校舎だったと思うんですけども、まあ、昭和の、ね、中学、まあ、小学校、ね、そのあたりはこんな感じかなと。なのでまあ懐かしさというかね、まあ感じるものはあるんですが、そこは何だろう、給食室かな、給食を作る調理場みたいな感じだったんですかね。まあ、ちなみにね、私が子どもの頃に通っていた、中学は、まあ、船橋中学校というね、まあ、現在も運営されているというか、学校なんですけど、まあここは、まあ、ちょっとね、地形的にまあ特殊な、ね、こう行き止まりになっているようなこういうところにね、この中学があるので、まあ、例えば、まあ、ちょっと地元の人じゃないと分かんないと思うんですけど、まあ、この中学のこの先の方にね、まあ、また抜け道があって、で、ね、そちら側からまあ子供が通えるような地形にあるところでしたら、まあね、まあ、統廃合とかあると思うんですが、まあ、ここのね、中学が、存続する形になっていたかもしれないですが、まあ、ちょっと難しいんでしょうね。まあ、この団地に住まわれてる、まあ、お子さんぐらいしか、まあ、来る、ね、そういう道のりの、まあ、まあ、場所にある学校ではないので、まあ、ちょっと難しかったのかもしれませんね。
で、まあ、こちら団地がついてるんで、まあ、こっち側はねあんまり映さないようにしておきますけども、うん、じゃあその校庭側ちょっと回ってみて、ああなんか体育館の中がね、床もまだピカピカだ。まあ、今ね、まあ、少子化になってるんで、まあ、こうやってね、閉鎖される学校も全国で、まあ、増えてくるのかもしれませんが、まあ、増えて実際増えてるんだと思うんですけども、まあね、まあ、更地にして全く別の施設ができるのか、まあ、こういう校舎を利用して、またね、違う施設として運用していくのかどうかですよね。まあ、私が通ってた、まあ、私事ばっかりなんですけども、小学校、美浜区の方にあった磯部第二小学校という学校だったんですけども、まあね、廃校になって、まあ、5、6年ぐらいは、そのままだったんですけど、まあ、何かに運用されるというね、そのまま校舎をそのままにして、うん、何か転用するというか、そういう話もあったらしいんですけども、まあ、それは実現することもなく、まあね、一気に更地になってしまったという、そういうねパターンもあるので、まあ、ここでもかなり広いですよね。こういう、まあ、校舎はちょっと分かんないけど、まあ、こういうね広場的なところも何かねスポーツ施設として、まあ、使えるような、ね、形になると、まあ、いいんですが、まあ、こればっかりは分かりませんね。うん、はい、そんな感じです。まあ、簡単ではありますが、まあ、金杉台団地の、まあ、商店街と並びに、今年、3月令和5年3月に廃校になりました金杉台中学校からお送りいたしました。もうちょっと上から、はい、それではまた。